ただいま帰りましたよっと。はいはい、奥様のご帰宅ですよ。今日はいろいろと忙しかったからね。年の瀬が迫るとやることが多くて多くて。用意しておいてくれたの？ご飯もお風呂も両方？春のご飯が冷めちゃうのもあれだし、先にお夕食をいただきます。だめ、出来たてほやほやを美味しく食べるの。はーい、先に食べちゃダメだからね。一緒にいただきますをするんだから。いただきます。素敵な素敵なハルーの煮込みハンバーグ。合う合う、合いますとも。冷えた体が芯から温まっていく。そんな不注意じゃないってば。子供じゃないんだから。そんな時代もあったかもしれない。美味しいね、この煮込みハンバーグ。決め手はこの春特製ソース。ごちそうさまでした。春の食器も片付けちゃって大丈夫？いえいえ、どういたしまして。春は私を紐にでもするつもりかな。細かいことはいい子なし。私はお嫁さんに料理させて何もせずに座ってるだけのダメな旦那じゃないです。おっと、それなりの会社にお勤めしている春の経済力自慢？上がりに体から昇る湯気って、ゲームとかアニメのら、大変私好みの湯加減でしたよ。それはもうバッチリ。一週間の疲れが抜けていく感じで、まさにお家であんな極楽気分が味わえるなんて、これも春のおかげですね。プリンあるの？食べる食べる。プリン、お風呂と一緒でちょうどいい温度。濃すぎず薄すぎず、だよね。あの頃は居酒屋の板前。でもそれでこれですか。恐るべし。あ、でも春の喫茶店衣装とか良さそう。今度着てみない？あれ、春のプリンは？それじゃ、お先に一口どうぞ。ほら、あーん、おいしいです。ほうほう、じゃあ私も一口。うん、甘い、素敵、最高。ごちそうさまでした。何読んでるの？小説？
なんかそういうのわかる。ペットショップで他の子に比べて明らかに育ってる動物が値下げされてるとつい連れ帰りたくなっちゃうやつ。うん、ペットか。そうね、庭のある犬も。でもウサギはコードとかかも。じゃあペンギン。このでもペンギンちゃんは涼しいところで暮らしたいだろうから、いい。あ、でも冗談冗談だから、それ冗談です。ところでそれってどんな小説？お姫様が何それ。世知辛い。さてさて、今週も疲れました。ふむふむ、やはり私の旦那様はいい男ですね。ずっと前から気づいてますって。じゃないと結婚なんてしてないですよ。